おはようございます。速稼塾の久保です。今日も FX の相場解説を始めていきます。4月22日朝4時54分ですね。だいたい朝5時ぐらいですかね。今日も早起きで行ってみましょう。ではですね、まずはデイリーの方から確かめていきます。どうぞ。高値圏から落ちていくよっていう話をしましたよね。高値圏っていうのは要するにデイリーですけども、トランプさんがねずっと就任されていたんですけども、バイデンさんに代わってずっとセルからバイの流れに変わってきました。でもバイデンさんでいる限りずっとこの上がり上昇が続くかというとそんなことはなくて、人っていうのは利確するんですよね。小さな利確が起きて、で押し目になってさらに買われて、利確が起きてまた買われて、そして利確が起きてこの利確はでかかったというのが、この辺りで入った人もいればそこで入った人もいるでしょう。全てのところで入った人が次々と利確をするのが、まあ高値圏、行動の限界点ですよね。おおむねこちらの方にね、別の力点があるんですけども、そこにこうすることが多いんですよね。まあ、ですので高値圏っていうのは急に発生するんじゃなくて、以前から引き継いだ流れがゾーンとなって下落に転じていくってことになります。そうするともうね止まらないんですよ。というのが、こっちも逆を返せば高値圏だったんですよね。こっちから見ると安値圏ですけども、そしたら上がったら上がりっぱなしになるじゃないですか。同じように下がったら下がりっぱなしになる傾向が強いんですよね。まあ、ですんでこれからもセルの方で取れると思います。で、最後の陰線と今十字のような陽線がありますけども、両方とも上髭が大きいんですよね。それをちょっと覚えておきましょう。値下げの要素が結構あるんですよね。もう4時間になると、前回は違ったんですけど、今回はもうね完全に右肩下がりですよね。移動平均線も確実に下を向いてます。ということで基本的にセルでいけば間違いないんじゃないかなっていう時に、1時間でちょっと見ますけどもね、ここ見てください。下の線が揃いましたよね。で下り上昇ということはディセンディングトライアングルを書くことになるんですよ。で1時間を見に行きます。というところで、まあ、ディセンディングトライアングルを書いているんではないかなっていう形に見えるんですけどもね、はい、こう来てこう来てこんな感じですよ。でここはもっと顕著になりますよね。で大きな下落が始まる一歩前じゃないですか。ブレイクしたら下にドーンと突き抜けると思います。で107円台に突入です。はい、ではですね、108円台、最後の画面かもしれませんね。107円の970をエントリーポイントとして、ここ終わったらセルで思い切っていきましょう。はい、よろしいでしょうかね。今回エントリーポイントの決断も示唆させていただきました。私はここでセルの方に入ります。前回もね何回かセルに入ってるんですけども、今回ほどセルが抜けきる、そういった予兆が出てた時はないんじゃないかなと思いますね。それではヘッド&ショルダーは出なかったですけども、高値圏からの大幅な下落、これはかなり時間軸を取ってダブルトップを暗示しているってところでございました。ダブルトップが完成でグッと下がっていく。そして現在ですね、107年の970でエントリーポイントを切りましたんで、ここを割ったらセルの方でちょっと大きめのロットで入っています。それではごきげんよう。